こんにちは。アマゾンサポーター、堀弘です。今日はセラーセントラルのチェック方法について、セラーセントラルのトップページ、まずこの赤で囲ったバイヤーメッセージ。ここね、購入者からの連絡なんですけど、24時間以内に対応が必要です。毎日チェックして、何か入ってたら私の方にその内容をコピペください。それからこのアクションってところね、これは対応が必要です。対応しないと、売れ行き落ちるとかね、せっかく納品したのに販売されてない商品があるとかいうことなんで、こちらも対応が必要です。この2点が主なチェックポイントなんですけど、他にもね、カート取得率とか売上とか、あれやこれや、ね、今出てないようなものが表示されることもありますんで、個別サポートの会社さんはもう、これそのまま、画面キャプチャを送っていただければね、対応が必要なのことがあれば、私の方で、指示するという形にね、できますんで、内容をチェックしてね、これ何かなというのをね、見てる時間がないですという場合もね、一日一回これ開いて画面キャプチャを撮って、私の方にチャットワークで送ってください。そうするとね、悪い評価ほったらかしで売り上げ落ちたとかね、あるいは、購入者からのメッセージ見落としてね、Amazon への、プラスポイントが減っちゃったとか、そういうことなく、順調に売り上げ上げていくことができますんで、せっかく、ね、サポートを受けていただいてるんで、有効に利用していただくためにも、時間がなければ、このトップページ、セラーセントのトップページを送るというのをね、実施してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。